はい、ゴンベです。続きですね、脱力の続きで今度はリラックスですね、まあ、リラックスの誘導、ストレスをなくすことによってですね、筋肉がほぐれてくるんですね。でストレスなくすっていうのは、まあ、邪気抜きもありますけど、副交感神経優位する呼吸法を吐き切った1分間に1回とか2回ぐらいの呼吸法でもってですね、ずっと筋肉が緩んできて副交感神経も優位になってきますんで、そうするとストレスも飛んでいくようになりますね。だから気候の修練で心も体も柔らかくする、心を柔らかくする脱力は最重要なポイントだですね。で脱力の効果ですね、心の安らぎ、筋肉の柔軟性を補助したりですね、動向などの動作を円滑にするんですね。こんななってます、左にスーッとこう流れる道みたいにね。だからこういう技がありますけど、こういう技ですね。これも自然にこういう感じで、もうこうこうこうじゃなくて自然にこういう、だからということはね、今考えて思ったんですけど、もう漢字がありますよね。あれ初めこうちゃんとこう書きますよね。なんていうんですか、ちゃんと書く書き方ね、それで今度草書になりますよね。きっとやっぱりこう漢字がこう書けるような方になってくると、脱力の草書の意識になるんでしょうね。だから結局漢字は中国から来てるから、やっぱり気候の意識で書いてるのか分かりませんね。草書になりますよね、本当にね。脱力の効果、心の安らぎ、あと筋肉の柔軟性、あと心、体のリラックスですね。脱力の方法の解説っていうのはまた今度ですね、ゆっくりお話しいたします。まず背筋を伸ばして顎を引いて頭を座骨の上に置くんですね。で肩の力をストーンと置いて、あとはゆっくりと息を吐く。でかか足ですね、地面にピタッとこうくっついて吸盤みたいな感じでくっつくような感じですね。前のめりにならない、後ろに行き過ぎない、まっすぐです。 S 字になるんですね、この背骨がね。で顎を引いて肩でゆっくりと、こうやって息吐いて、でずっとこういう、テンポが分かんない人はこう指をずっとこういう感じでね伸ばしてって、こういうふうに返ってくる、この感覚で。勘のいい人っていうか、もうこれだけでもっても瞑想状態の入り口入っちゃいますよね。これをずっと、まあ、最低でもこのくらいの遅さ、大体これが1分間に6回ぐらいの呼吸ですね。それをもっともっとゆっくり、このような感じでですね、少しずつこう伸ばしていく。で、今度はですね、腕の付け根ですね、腕とか肘の関節をほぐしていきます。で、手首の関節、で、ブラブラ、まあ、肩から、肘から、で、落とす。こういう感じなんですね、腕ってね。これは私の師匠が亡くなるまでですね、師範がですね、教えてくれました。こういう感じですね。クックック、何でしょう、クックックですかね。肩、肘、肩、肘。
で人間っていうのはこうなるともう抵抗できないです。もうだいたい落ちますからね。こうだと我慢できないです。こう来るともう落ちちゃう。そのぐらいストンとこの力強いですね。でいろいろな場所や人の気の違いを感じたりですね、あと掃除の前の部屋の気と後の気の違い、これね本当できればこの掃きほうきね、ほうきでこう掃けるとね、あの普通のこういうバキュームでウィーンってちょっとあんまり感じないんですけど、ほんと畳なんかほうきで掃いた後、あと庭なんか水打ってこのほうきで掃いた後なんかもう最高です。で神社なんか行って、あいいあの精妙な気が流れてるなと思うと、ちゃんと掃きを清められてるんですよね。石のずっとあのどこだろう、鳥居から参道を取ってその本殿までですね、ずっと掃き清められてます。でそのくらいこう掃除の後っていうのはエネルギー変わるみたいですよね。私は子供の時何もできなかったんですけども、まあお風呂からその庭掃除だけしようということで庭掃除だけしてたんですね。そうしたらね、やった後気持ちいいんですね。あれこの感覚気持ちいいな。あとうちの中の、畳の部屋だけもこう入ってた気があります。ほとんど気持ちいいんですよ、空気が変わってね。それが今でいう、まあ、気候の感覚かなって。あと土壁とか笹とか青空とかですね。庭石とかその全部感覚で覚えてるんですね。それが非常にあの母のこう、胸の温かさとか指の温かさとか眼差しとかあと心地よさとかいろいろありますよね。そういったものもですね、あとこうだな、外空き家を見たりね、そういった自然な子供の時やってたことがなんか全て今戻ってきてる感じです。そのためにそういう感覚があったんじゃないかっていうぐらい気候に一番大事な感覚が養えると思いますね。で気を感じる、気を感じるにはどうすれば、今言ったようにこのいろんな場所や人の気の違いを感じたり、掃除の前の部屋の気と後の気、または掃除でほうきを吐きためて、ほうきで吐き清めた前と後ろの気の後の気の違いを感じる、ね、あと気を感じるトレーニングですね。これは基本トレーニング、トレーニングの注意事項なんですけど、まあ焦らない、同じ場所同じ部位を何時でも感じる。でトレーニングの説明、トレーニングの説明の解説は、場所や木や木や人の木、植物の木を感じましょうということですね。それら他のものと比較的どう違うか感じましょう。例えば手を合わせたり離したりして自分の手の気を感じる。それぞれ日々の違いを書いておく。靖国通りにもですね、よくこの場所によって気が全く違います。小川町のですね、交差点などは他の場所と比べてください。私あの小川町の交差点で、まあ淡路島のそばですけど立ってましたらね、あんな混んでる道なのにね、すごく気持ちいいんですよ。あれと思ったらやっぱりその気があるんですね。あと池袋もそうですね。池袋の前のザラの前はあんまり良くないんですけど、ちょっと外れるとものすごくいい。その場所によって全然違うんですね。これものすごく重要でありまして、中国人の偉い気候士に学んでいる人でさえこうした気を感じることができないもので、それぞれの気の違いを理解していないからなんですね。そこはですから我々のゴンベイ式メソッドはこの気の違いを徹底して学ぶ、感じる、落とし込むということですね。気を感じるトレーニング、基本トレーニング説明やったんでこれ割愛します。トレーニング方法の解説、樹木瞑想とかですね、あと生徒さん同士の、まあ、気候のですね、いわゆる連行というか、気の交流の修練ですね。気を感じるトレーニング、あと今度は予防とかですね、回復をサポートする。でまあ今度はまた次のページに行きます。今度は熟睡で得られる6つの効果などについてお話しいたします。はい、ありがとうございました。